東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ王者佐々木陣、八王子中屋12回戦、同級8位カミルバラ、オーストラリア2024年9月3日東京、有明アリーナ、画像あり、ダブル世界戦アーティスト元アイドルがラウンドガールで登場。 ノースリー白ワンピ姿に反響プロボクシングダブル世界戦のアンダーカードで東洋太平洋 &WBO アジアパシフィックウェルター級タイトルマッチが行われ、アジア二冠王者、佐々木陣、23イコール八王子中屋、が東洋太平洋8位、WBO アジアパシフィック10位のカミルバラ、35イコールオーストラリア、に7回52秒 TKO 勝ちした。 佐々木は戦績を18勝、17KO、1敗1分けとし、東洋太平洋王座は初、WBO アジアパシフィック王座は4度目の防衛に成功した。左右にスイッチしてジャブから組み立てるバラに対し、佐々木はプレッシャーをかけて前進しながら、ボディを交えて強烈なフックを振った。2回にはバッティングでバラが左目上から出血。佐々木は3回、 カウンターの左フックを側頭部に当てて最初のダウンを奪った。その後は前進しながらも手数が減り、右フックや連打を浴びてロープに詰まる場面もあったが、6回に右ボディアッパーを決めるとバラがスローダウン。7回、左フックの連打でなぎ倒すとレフェリーが即座に試合を止めた。リング上のインタビューではいきなり英語で、ミスター・ボブ・アラム、アイ・オンと2タイトルマッチと、 リングサイドにいる米工業大手トップランク社のボブ・アラム CEO に世界戦実現をおねだり。試合前はアーティスティックに倒したいと話していたが、倒すことはできたけどアーティスティックとはいかなかったと苦笑いした。昨年1月、豊島亮太、帝県、2初回 TKO 勝ちして WBO アジアパシフィック王座を奪取。同4月に世界挑戦経験を持つ小原啓太、 ミサコを破るなど2度の防衛に成功したが7月に左肩鍵板断裂の手術を受け10ヶ月のブランクを作った今年5月には東洋太平洋王座決定戦を兼ねた WBO アジアパシフィック王座の防衛戦で上な内フィリピンに5回 TKO 勝ちしたが肩の状態は実は60%くらいだったという 左肩が使えない時期に右り置きたいボクシングに対する考え方も変わったと成長を実感している。日本人初のウェルター級世界王者を公言し、世界ランキングは WBA が4位、WBC が5位、IBF が4位、WBO が3位。井上、直也さんのようなスーパースターになるのが目標。という佐々木が、ダブル世界戦の会場で存在感をアピールした。